はい、こんにちは、116ウィンズです。今回は現在日本で活躍する外国人選手たちのマリナーズ時代を振り返っていきたいなと思っております。今や NPB12 球団にとって外国人選手というのはチームに欠かせない貴重な戦力になっているわけですけれども、意外とですね、マリナーズに在籍したことのある選手も多いんですね。で、その数はなんと10人もいるんですね。なので今回はそんな外国人選手たちのマリナーズ時代というところを見ていきたいなと思っております。で、こちらがその一覧となります。こうして名前で見ると結構多いですし、またチームの主力選手もやっぱり多いですね。で、10選手いるんですけれども、スコットとノリに関しては正直マリナーズ時代が短すぎて、まあ、私自身ちょっと申し訳ないんですけれども、あまり印象がないので、まあ、今回はですね、それ以外の8選手についてマリナーズ時代を振り返っていきたいなと思っております。それでは見ていきましょう。はい、1人目は今年から巨人に加入したチアゴ・ビエイラですね。最速100マイルを超えるストレートが武器の、まあ、剛速球右腕でして、でおそらく巨人では守護神デラロサにつなぐセットアッパーとしての役割が期待されております。で、このビエイラなんですけれども、プロ入りはマリナーズからでして、2010年17歳の時にチームと契約して、まあ、プロキャリアが始まったんですね。で、マイナーでは初めは先発を務めていたんですけれども、2014年からはリリーフ一本に絞りまして、で、2016年頃からですね、リリーフとして徐々に頭角を現し始めましたね。で、翌2017年は AA、AAA、そしてメジャーまで一気に昇格を果たしまして、で、まあ、最速100マイル超のストレートが武器でしたので、まあ、個人的には、まあ、将来的にはリリーフの一角としていけるかなと思っていたんですけれども、ただ17年オフ、マリナーズは大谷翔平選手を獲得するために、まあ、ボーナスプールをかき集めていたんですね。で、そのボーナスプールを獲得するためにビエイラはホワイトソックスへトレードされてしまうんですね。なのでマリナーズでは少なくともメジャーでは1試合しか登板することがなかったんですけれども、まあ、正直トレードの時はちょっともったいないなという気持ちはありましたね。ストレートの速さは非常に魅力的でしたし、もうちょっとマリナーズで見たかった選手ですね。続いて2人目はホセ・ロペスですね。私自身日本ではベイスターズを応援してますし、またロペスのマリナーズ時代っていうのは、まあ、ずっと見てきましたので、まあ、本当にですね、今日本でプレーしている外国人選手の中でも、まあ、一番思い入れのある選手なんですけれども、まあ、ロペスはですね、普通にマリナーズでも大活躍していた選手ですね。2000年代後半、まあ、いわゆる暗黒時代なんですけれども、まあ、その時代のセカンドのレギュラーとして、まあ、毎年20本近いホームランも打っていましたし、また2006年にはオールスターにも選ばれてるんですね。あの若さで、で、まあ、強打のセカンドとして本当に活躍してくれましたし、当時のロペスとベタンコートの、まあ、二遊間っていうのは、まあ、マリナーズをこう、まあ、将来的に引っ張っていく存在になるだろうとは思っていたんですけれども、ただ残念ながらそうはならずにですね、まあ、2010年ですよね。まあ、エンゼルスからショーン・フィギンスが FA で加入して、まあ、ロペスはセカンドからサードにコンバートするんですけれども、まあ、守備面ではコンバート自体はうまくいったんですけれども、まあ、ただ打撃があまりですね、これまで通りのバッティングとはいかずに、まあ、150試合に出場して、まあ、打率も2割3分9厘で、OPS も6割9厘と、まあ、低迷してしまいまして、まあ、ここからですね、ロペスのキャリアが狂ってしまったなという印象がありますね。2006年のロペスなんか見てると、まあ、22歳でオールスターに選ばれたわけですから、まあ、本当にですね、あのままスターになるものだと思っていたんですけれども、まあ、ただそうならなかったっていうのはちょっと残念でしたね。一方で日本に来てから今年で8年目のシーズンになるんですけれども、まあ、ロペス自身本当に日本のこと大好きみたいですし、また外国人選手ながらもですね、こうチームの中でリーダーシップを取ったりですとか、本当にですね、若手の見本となるような選手になっていますので、まあ、本来描いていたキャリアとは違うかもしれないんですけれども、まあ、今こうして頑張っているロペスの姿を見られるのは、あの個人的には嬉しいですね。はい、続いて3人目はウラディミール・バレンティンですね。昨年までヤクルトでプレーし、今年からソフトバンクでプレーする選手ですね。で、バレンティンはもう今年で NPB10 年目ということで、まあ、日本でのキャリアもかなり長くなってきているんですけれども、もともとプロ入りは16歳の時、マリナーズと契約してスタートさせているんですね。で、バレンティンといえばやっぱりパワーが魅力的な選手なわけですけれども、まあ、これはマリナーズ時代から変わらなくてですね、まあ、特にマイナーでは、まあ、2005年シングル A プラスで25ホーマーを打って、まあ、2006年 AA でもまた22ホーマー、さらに2007年も AAA で24ホーマーと、まあ、毎年のようにこう20本以上のホームランを記録しまして、2007年ついにですね、メジャー入りを果たすんですね。マリナーズとしては待望の右の長距離砲として、まあ、バレンティンに非常に期待はしていたんですけれども、ただ2008年レギュラーとして期待した1年だったんですけれども、
71試合で7ホーマー、OPS も5割9分2厘と、まあ、打撃の方がかなり低迷してしまいまして、まあ、ちょっとこう期待通りにはいかなかった感じですね。まあ、バレンティに関してはやっぱり三振の問題が非常に大きかったですね。まあ、2008年243打数で、まあ、79三振ですから、まあ、ちょっとさすがに三振が多すぎるよなという印象ですね。で、打撃の問題は2009年も変わらずにですね、まあ、56試合で4ホーマー、OPS も6割2分5厘と、まあ、低迷してしまいまして、まあ、この年の7月の終わりにですね、まあ、あのウェーバーでレッズで移籍することとなってしまいました。バレンティに関しては右打者地獄のセーフコフィールドでプレーするっていう、まあ、不幸もあったんですけれども、まあ、そもそもメジャーレベルの速球とスライダーに対応できていませんでしたので、まあちょっとこう彼の才能をフルで生かすことができなかったのはやっぱり残念でしたね。ただ日本ではシーズンホームラン記録を破る60ホーマーを記録した年もありましたし、まあ、通算でも288本のホームランを打ってるわけですから、まあ、日本に来て彼の才能をフルで生かせるようになったという意味では日本に来た意味は大きかったのかなと思いますね。続いては楽天でプレーするジャバリ・ブラッシュ。昨年楽天に加入しまして33ホーマーを放って、まあ、チームの主力選手として活躍したブラッシュですけれども、もともとプロ入りはですね2010年ドラフト8巡目指名でマリナーズから指名を受けて入団しているんですね。で、マリナーズ自体は決してトッププロスペクトというような存在ではなかったんですけれども、まあ、先ほどのバレンティンと同様にやっぱりパワーっていうところが、まあ、非常に魅力的な選手でしたね。特に2015年ですよね、 AA と AAA 合わせて32本のホームランを放って、本当にあのメジャー昇格っていうところも見えていたんですけれども、まあ、ただやっぱりネックだったのは、まあ、先ほどのバレンティンもそうでしたけれども、まあ、三振の多さですよね。マリナーズはこの部分をおそらく懸念していたでしょうし、また当時のチームも、まあ、あの2015年16年っていうのは、まあ、プレーオフを狙っているような時期でしたので、まあ、ブラッシュを上げている余裕もなかったんですね。まあ、そういったこともあって15年のオフにルール5ドラフトで、まあ、ブラッシュはマリナーズを離れることになってしまったんですね。その後パドレス、そしてエンゼルスで、まあ、メジャーでプレーすることになったブラッシュなんですけれども、まあ、トリプル A では活躍してもなかなかメジャーでは、まあ、その活躍が生きなかったということもあって、まあ、日本に来ることになってしまいましたね。相変わらず三振は多いみたいですけれども、まあ、日本でぜひ頑張ってほしいですね。はい、続いては今年からブラッシュと同じく楽天でプレーするステフェン・ロメロですね。実はロメロも先ほどのブラッシュと同じ2010年のドラフト12巡目指名でマリナーズに指名を受けて入団しているんですね。で、ロメロはもともと内野手、セカンドを守る選手でして、でセカンドでもまあ動きは悪くなくて、でかつバッティングもまあ2桁ぐらいは打てるパワーと、まあ、それからまあそこそこアベレージも残せるバッティングができていましたので、ブラッシュよりかは期待されていたプロスペクトでして、まあ、マリナーズ傘下のトップ10に入ってくることもあるような選手でしたね。で、少しずつマイナーのクラスも上げていきまして、14年のスプリングトレーニングでは24試合で打率3割4に4ホーマーも放って、まあ、開幕ロースター入りを果たすんですね。で、ここからロメロメジャー定着していくかなと思っていたんですけれども、まあ、14年72試合に出場して、まあ、打率1割9分2厘、OPS も5割3分3厘と、まあ、あの彼の売りだった打撃っていうところが、まあ、メジャーレベルでは発揮できなくてですね、まあ、それが15年16年も続いてしまいまして、17年からは NPB でプレーしている状況ですね。ロメロに関しては、まあ、レギュラークラスとはいかなくとも、まあ、もうちょっとメジャーでやれるかなと思ったんですけどね。はい、続いては昨年の途中からロッテでプレーしているレオニス・マーティンですね。マーティンはどちらかというとレンジャーズでプレーしていたイメージが強い方も多いと思うんですけれども、実は1年半だけマリナーズでプレーしていた時期もありまして、15年のオフにレンジャーズからトレードで加入しているんですね。レンジャーズのセンターのレギュラーとして活躍していたマーティンなんですけれども、まあ、15年かなり深刻な打撃不振に陥りまして、まあ、センターのレギュラーも失ってしまって、でマリナーズにトレードということになってしまったんですけれども、まあ、マリナーズにトレードされてからはまたセンターのレギュラーとして活躍しまして、まあ、ホームランも15本打ちましたし、また守備に関しては本当に一流の選手でしたので、2016年のマリナーズにとっては、まあ、非常に欠かせない存在の選手でしたね。で、そのまま長期間マリナーズのセンターとして活躍してくれればよかったんですけれども、まあ、17年には再びですね打撃が不振に陥ってしまいまして、まあ、シーズン途中でカブスにトレードということになりまして、でその後はまあチームを転々として、まあ、昨年からはロッテでプレーするということに、まあ、なっていますけれども、まあ、ロッテでは52試合でホームラン14本も放ってますから、まあ、結構パワー面でも昨年は活躍したんだなと今更ながら知りました。もし昨年のホームランのペースを維持できて、でかつ彼の守備も考えますと、まあ、本当に素晴らしい選手になる可能性もありますので、まあ、ちょっと今後期待したいところですね。
続いてはオリックスのアンドリュー・アルバースです。アルバースは本当にいろいろな球団を転々としていますので、いわゆる苦労人に部類される選手だと思うんですけれども、2017年の8月からですね、実は2ヶ月間だけマリナーズに在籍していた時期がありまして、でその2ヶ月間しかいなかった選手ではあるんですけれども、結構鮮明に覚えている選手ですね。というのもこの年のマリナーズはもう本当に先発投手に怪我人が続出しまして、もう先発ローテーションという概念はもうほぼ存在しないようなチームだったんですけれども、そんな状況で、アルバースが加入しまして、いきなりローテーションに入りまして、で、6先発で4勝、防御率も 3.16 と、もう大活躍してくれたんですね。決してこう、すごいボールを投げるようなピッチャーではないんですけれども、淡々とバッターを抑えていきまして、で、試合も作ってくれましたので、本当にですね、あの年のアルバースっていうのは、本当、救世主のような存在でしたね。で、18年からはオリックスでプレーして、で、18年は9勝を挙げたんですけれども、昨年はちょっと怪我もあって2勝に弱ってしまったみたいなんですけれども、ぜひですね、復活してまたチームを救ってくれるようなピッチングっていうところを期待したいですね。そして最後は今季鳴り物入りで日本球界入りを果たしたアダム・ジョーンズですね。ジョーンズに関しては本当に日本に来るとは思ってもいなかったので、ちょっとびっくりしたんですけれども、彼といえばやっぱりマリナーズ自体はトッププロスペクトとして非常に期待されていたっていうところですよね。以前バベ氏の動画でも説明したんで、あまりこうジョーンズのこうどういう選手だったのかっていうところに関しての説明は不要かもしれないんですけれども、本当にマリナーズ自体は期待されていた選手ですし、で21歳にしてトリプル A でも無双しているような選手でしたので、これはですね、将来マリナーズを背負っていくような選手になると誰もが思っていたんですけれども、ただ2007年オフのエリック・ベダードのトレードですよね。あのトレードでジョーンズはトレードされてしまいまして、でその後順調にですねオールスター選手に成長していったってところですね。当時のジョーンズはトッププロスペクトでしたし、トレードの駒に使うっていうのは、選択肢としては全然ありだとは思うんですけれども、ただやっぱりあのベダードのトレードがもう大失敗に終わりましたし、もうマリナーズファンとしても悪夢のようなトレードでしたので、本当にね、もうジョーンズさ帰ってきてくれよって感じなんですけど、いつかですねまたマリナーズのユニフォームで、ジョーンズプレイしてほしいなとは思うんですけど、まずは日本で、特にですねオリックスというチームも、またオリックスのファンの方も、きっとすごいジョーンズには期待していると思いますので、ぜひですねその期待に見合うような活躍を見せてほしいですね。ということでここまで8選手見てきましたが、いかがだったでしょうか。私個人としてはですね、非常に思い出深い選手も多いですので、今日本で頑張っている姿を見られるっていうのも嬉しいですし、また今後も日本でプレーするのかメジャーでプレーするのかわからないですけれども、ぜひ頑張ってほしいなと思いますね。皆さんが今後 NPB を見る際には、こういった元マリナーズの選手たちの活躍という部分にも、ぜひ注目してほしいなと思いますね。ということで今回の動画は以上となります。今後もですね MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。